きだよね、僕みたいな。これ重なるんだよね、人がね。なんだね。よく走ったね。ここからここまですごい速くなかった？加速装置。もしかして俺走れんじゃね？東京マラソン行ける？行ける？じゃあ応募しよう。10万人も当たんないから。第二関門ぐらいで出たやつ。これできるから。一緒にペースで走ってよ。コーチつければいいじゃん。ペースメーカー俺の10万、20万円だけゆっくりやったら紐つけて走るよもう、伊藤さん連れてってよそれ相当重そうだな自慢できんじゃん、会社で俺100キロ担いだした42キロ無理だな、それじゃあ一歩一歩ここ縁起いいとこでしょ遅れてきてるんだからよなんか昔行ったよねあの柵の向こうまで受付いっぱいあれ走って走って走って走れ走れなんかあのダメだそんな酒の残った腹出したら明日競馬行かせねえかなこの野郎どうでもいいけどさじゃあ重そうだよなんか走りが。結構縁起のいい球場なのに。今年もダメかい？走れ。こっから。いつも通りで。師匠、3回振ってけ。隠れ一番二番。だからそういうふうに。あ、そういうことですね。意地でも勝ちたい。そうですよね。意地でも勝ちたい。師匠が最後に誰で言ってんだよ。あ、そこ行っちゃうから。だから仕事終わった。計算の上で。師匠でチェンジになって一番二番でそういう考え方。逆。俺休みにはあんま飲まない。師匠ちゃんと振れ。当たるから次の日の紹介では サボじゃなくていいから次いや、そうなんだ朝一時なんかヒント1だったおぉ俺がなめちゃこんなに走らないからさまだちょっと見えなかったあっもういいねおぉおぉしょう、それ手出しておいおい当たるよしこそ、おい。かマジでいいなぁ。あんま変な三振しないよね。あ、マジで鈴木さんなんか、どうしたの？おぉ目が良くなったんじゃない目が。これかな、お前。いいや、入れなくていいから振ってくれ。そう、一人目は三振しないんだから。おぉいいじゃないのあれ当てられるって恥だよ聞こえるように聞こえちゃうからダメだって違ううちのやつうちのこと言ってんだろおぉ当たったよちょっとそれちょっとこうちょっと乗り降りじゃないか。じゃなきゃ送球に当たってもいいよ、死んで。あ、いいバッター来て、いいバッター。ちょっとツーアウトだからね。これはチャンスだね。チャンスだ。ちょっとリード。ボールよく見て、ボール。走れ。いやー、けしね。いいよ。早く帰ってこい。自打球じゃなかった惜しい。